少女週末旅行は、つくみずによる日本の漫画作品。ウェブサイト、くらげバンチにて、2014年2月21日から2018年1月12日まで連載された。2019年7月27日、第50回星雲賞のコミック部門を受賞。文明が崩壊した、終末世界を旅する少女二人の、どこか、ほのほのとした日常を描く。本作はつくみずにとって、初めての商業作品であると同時に、オリジナルの長編作品であり、原型にあたる短編作品は後に単行本第1巻の3話目に収録された付録としてリメイクされた。つくみずはニビン・ツトムのBLAME!に魅力を感じており、本作の世界観は同作品の影響を受けている。つくみずは本作のメッセージ性について、村上春樹のノルウェーの森、ダンスダンスダンス、江國香織のキラキラ光るから受け継いだものだと、インタビューで述べている。また、本作の登場人物たちは自分の中の問いかけを代弁するうちに生まれたとしており、劇中でチトが日記をつけるといった場面については大きな意味はないともインタビューで述べている。文明が崩壊した後の終末世界。主人公のチトとユーリは半装記者の欠点クラートで廃墟都市をさまよい、その上層を目指してひたすら移動を続ける。様々な文化、宗教、兵器の痕跡の発見や、道中で出会った、ごくわずかな生存者との交流を経て、チトとユーリは地球の終末を処置する使命を帯びた謎の白い生き物であるエリンギたちとの出会いや別れの果てに最上層を目指す。やがて、紆余曲折を経て到着した最上層には何もなく、雪が積もっているだけだった。それでも、チトとユーリは絶望的な状況を受け入れながら、これまでの人生に満足し、最後の食料を食べて眠りにつく。眠りについたチトとユーリの姿が降り積もっていく、雪の中に消え、物語は幕を閉じる。チトとユーリは幼少期におじいさんに拾われ、姉妹のように育てられた。チトたちに本当の親の記憶はなく、血縁の有無や年齢に関しても明かされていない。なお、アンソロジーではチトたちが現代の日本で大学生として暮らす姿が描かれている。欠点クラート終盤に登場した戦略原潜と同型の台風9-95ベアライターの卵孫は、この漫画がすごいに寄せた記事の中で、本作の第1巻について食べるものを探すこと以外の理由や目的のない彼女たちの旅は妙に充実して見えたと評価した。2019年7月27日には第50回星雲賞のコミック部門を受賞したことが報じられた。2017年7月3日にテレビアニメ化が発表され、同年10月から12月まで AT-X 東京 MX 他にて放送された。主に原作の第4巻までを全12話でアニメ化している。監督を務めた尾崎高春はつくみずとの対談の中で背景だけを映しても美しく感じられるよう長回しを用いることと自然や人工物そして都市全体から出るきしみを音で表現することにこだわったと述べている。オープニングアニメーションは監督の尾崎高春の絵コンテ演出によるものだがエンディングアニメーションは原作者のつくみずがすべてを単独で担当している。少女終末授業は2017年10月6日より YouTube 角川アニメチャンネルで2週間限定配信のスピンオフショートアニメで AT-X では本編終了後に放送される。本編とは異なり、チトとユーリが別の世界の学校で授業を受ける物語となっている。本編に登場する物品や生物が講師役になるが、講師が無生物などで喋らない場合は、主人公二人だけの会話となる。人間の講師は、教師のような服装に、主人公二人の服装はセーラー服になる。監督、演出、脚本は、芦名実、プチキャラクターデザイン、作画監督は竹原実、アニメーション制作は、スタジオぷゆかいが担当。少女終末旅行、ガールズラジオツアーは、2017年9月29日から12月29日まで、音泉にて毎週金曜に配信された番組。パーソナリティは千と役の水無瀬いのりと優里役の久保ゆりか。ありがとうございます。